皆さん、不定期更新のヤンさんの部屋へようこそ。ヤンさんです。さて今日も始まりました、ヤンさんの部屋、よろしくお願いします。ということで皆さん、機械得意でしょうか。まあ得意だよという方も、得意ではないなという方も、高評価とチャンネル登録、それからベルマークの通知ボタンを押していただければなと思います。まあヤンさんパソコンとかね、メカは得意じゃないんですけども、ヤンさんの話は置いといて、さあ早速今日お出しするものやっていきたいと思って、やっていくものをお出ししていきたいと思います。逆、はい、ということで出していきましょう。本日ご紹介するのはこちら、出るかな、はい、こちらタイニーメカトロウィーゴー、出た、はい、こちらですね、タイニーメカトロウィーゴー、こちらを本日はやっていきたいと思います。こちらですね、まあ、またちょっとね、遊び行った場所、おもちゃ屋さんというか、おもちゃ売り場のところで売っていたので、ちょっとこちらをね、今日も買ってきました。でこちらも、こちらもというか、こちらも今回は2個、はい、こちらにやっていきたいと思いますので、やって早速開けていきたいと思うんですけれども、はい、後ろにですね、こちらタイニーメカトロビーム、何なんだろうということなんですけども、多分ロボット、タイニー小さいメカらしい、まあ、ロボットかなと。でこちらにね、あのラインナップが載っているんですけれども、まあ、この中でヤンさんの狙いで言うんだったら、上の、どれが出てもいいな、どれが出てもいいかなと思います。ただ一番狙いたいのは東京かな。うん、ちょっと東京ね、狙ってちょっとやっていきたいかなと思いますので、早速こちら開けていきた、ボケてる、ああ出てた、開けていきたいと思います。左から行きます。あ、これはどうかな、これなんか行きます、せーの、じゃん、はい、はい、おー、こちらメカトロウィーゴアメリカ、アメリカですね。こちら後ろに、ちょっと見にくいか、星条旗のマークのがありますね。こちらアメリカ、そしてもう一個が行きます、せーの、じゃん、おお、 SB って何、これ何かのキャラクターなんですかね、 SB ということで、今回はタイニーメカトロウィーゴアメリカと SB、 こちらが当たりました。早速開けていきたいと思いますが、ちょっとね、あの下げますね、よし、出た、はい、早速ちょっと開けていきたいと思います。いや、あの、もうできているものなので、なんかこう組み立てるとかはないんですけれども、おお、あの、これなんかのキャラクターなんでしょうかね。ヤンさんこれちょっと知らないんですけれども、なんかのキャラクターだったらちょっと知らなくてすいません。あ、おお、あのボックス、すいません、失礼しました。ボックス、こちらスリーブに入っているんですけれども、スリーブに入っている状態はこういった形で、見えるかな、こういうような感じで入っているんですけれども、手と足が稼働するので、まあ自分の好きな感じに、好きな感じっつってもちょっと、あの、制限がありますけれども、まあ、直立させるようなのとかできますね。で、回るのがここの肩のところ、見える、ここをグリグリって回る、一周、取れた、ボールジョイントに出るかな、ちょっとボールジョイントになっているので、手がグリグリっと回るのと、足も同じくボールジョイントなので、グリグリっと回る感じにはなっていますね。こちらボールジョイントですね、ちょっと取っちゃいました、見えないかな、出た、はい、こちらですね、足もボールジョイントなのでグリグリっと回る感じになっています。で、あの、自立はちょっと難しいかな、押した、うーん、自立はしますけど、いや、すごく難しいじゃないかなと。まあ、こっちの SB に関してはちょっとしないですね。はい。で、全体的にちょっとプラスチック系で、メタリック
な感じの塗装もされているので、なかなか可愛い、目もついているので、こちら結構可愛いですね。はい、こちらですね、出た。はい、こちらですね、 SB アメリカと SB、 こちらですね。はい、ということでですね、本日はこちらタイニーメカトロ V5 ボックス4、こちらを開封していきました。はい、ということでですね、本日はこちらタイニーメカトロ V5 ボックス4、こちらをご紹介していったわけなんですけれども、物自体はめちゃめちゃ可愛らしい感じありますね。メカメカしい感じもあるんですけれど、メカメカしいっていうか、まあ、メカだし、メカメカしいってメカなんですけれども、あのこちらメカメカしさの中にも可愛さのあるものにはなっていますね。で、結構目もあの点でできてるので、点で書かれてるので、その辺はね、なんかすごい可愛さ出ていますね。この辺かな、目これかな、はい、あると思います。で、結構自立はしないので、なんかこうちょっと貼り付けておくなり何かをしないとちょっと厳しいかなと思います。今このこう SB はあのこの白い箱に養生テープでくっついているんですけれども、まあ、こんな感じでなんかつけないと自立することは難しいかなと思うので、なかなか飾るのは飾りにくいかな。ただ座らせればいいのか、そうですね、座らせればすごく簡単に飾るのは簡単かな。かわいいなこれと思いますので、ぜひぜひ皆さん見つけた方、こちら買ってみてはいかがでしょうか。ということで本日はこちらタイニーメカトロ V5 ボックス4、こちらをご紹介していきました。本日のお相手はヤンさんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。